よ。前半からボールは持てていたので、その中でセットプレーから失点をしてしまって、得点がなかなか取れてなかったので、後半は早い時間で取れたので、結果的に勝てたので良かったと思います。そう、最前線ってことでよりゴールに近くなるってことで、常にディフェンダーを常にラインを下げるようにして、中盤の選手がプレーしやすくすることと、僕自身が裏を狙いながら常にシュートを意識してプレーするようにしました。年齢的にも上ですし、やっぱり若い選手、僕も若いですけど、このチームだと僕より若い選手の方が多いので、そこはチームを引っ張っていく、精神的にも引っ張っていくっていった部分では常に僕が意識していることですし、その中で、ね、試合前の声かけっていうのはすごく重要だと思っているので、それは自分の中で心がけていることです。少しでも多くの試合に絡んで、少しでも多くの J3 の勝利を目指して、少しでもいい順位を目指しながらチームとしてやっていきたいですし、個人としても得点に多く絡みながら、より多くのチャンスを作って自分自身のレベルアップにつなげていけたらいいなと思ってます。まあ、練習も非常にいいトレーニングできてますし、まあ、今日の試合も、まあ、最初に失点したんですけど、まあ、いい内容で勝てたので、まあ、いい仕上がりになっていると思います。まあ、練習から、まあ、自分に、指示を出してくれますし、まあ、それ的確ですし、まあ、それ全部吸収すれば自分も間違いなく佐藤達成さんのようないい選手になれると思うんで、謙虚に指示を聞きながら自分の考えだったりをぶつけて、より良い方向に行けるようにやっていきたいです。まあ、やっぱり同期の、まあ、市丸だったり秋田だったりが今トップチームにいて、一定自分がまあアンダー23の方にいますけど、まあ、スタートはこっちですけど、まあ、常に自分はトップチームに行けるような準備をしてますし、まあ、タイミングっていうのは、まあ、自分じゃ決めれないんで、はい、しっかりいい準備して上がった時に何か残せるようなプレーができればと思って毎日やってるんで、腐らずに、はい、やりたいです。今日の試合はもう勝つことと、まあ、ゴールシュートたくさんというところをテーマとしてやってたので、まあ、その目的を、ね、達したので、それは良かったと思います。まあ、我々が目指しているサッカーが、まあ、少しは見られたと思うので、ただまあその質っていうのは、ね、もっと上げていかなきゃいけないと思いますし、試合のコントロールとかももっともっと改善しなきゃいけないと思ってます。それはやっぱり心強いですし、それぞれが持っている経験、サッカー感なんかを選手に伝える、そしてチームとしてスタッフとして一緒にやっていくっていうのが、ね、大事なことかなと思います。まずは選手のね、質、個人の能力というのをどんどん上げていきたいと思ってますし、練習、試合を通じて、そしてまあ試合、リーグ戦の中では数多く勝って、アンダー23のサッカーをたくさんの人に見に来てもらえる、そういうシーズンにしたいと思います。この度は練習試合の方を開催していただきまして、本当にありがとうございました。開催していただいたお礼とですね、宮本監督の方が就任された上を、ありまして、ナダマグロという商品名になるんですけれども、そちらの方を、贈呈いただきます。